仕事まで終わらせて、今日こそ早く帰りたい、可愛い彼女が待っている、6時半まで帰りたい、やっつけ仕事と言われてもそれほど今度は気にしない、本当は言いたいことがある、言えないみんなと決して、俺らの地元は超田舎、急行列車も止まらない、急いでいるけど仕方なく、各駅停車でございます、ダラ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 、電車はちっとも進まない、パン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 、学ぶの香水耐えられない、ギャ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 、女子高生がジャガーして、綺麗なお姉さんに睨むけど俺は何一つやってない、向かいの兄ちゃん俺の足を踏み、いてててててて謝らない、バイブレーもなく電車が止まった、ロロロロ信号前、向かいの兄ちゃんまた足を踏み、いてててててて謝らない、二度目はさすがに俺も昔ました、電車降りると急ぎ、とにかく彼女に電話しよう、携帯探して大手、どうやらホストに忘れた、当てにはならない記憶力、彼女の番号わからない、ラスキの電車に乗り込んで、これからオフィスに戻ります、もうやってられない。